はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。サーティーボディ代表の峯岸です。はい、今日はね久しぶりに、西垣峯岸さんの紹介を取っておきますので、西垣君です。お願いします。なんか毎回これ撮るために久しぶりに言っちゃってるんですけどね本当にこれ本当はレギュラー番組やったんですけどね、はい、レギュラー番組で毎週撮ってたんですけども今はちょっと違うね、まあ、峯ちゃんにね久しぶり足なんですけどね、はい、やるんですけど、その動画が今回ちょっと忙しくて、いやすごいペースで編集してましたよね。撮影編集って来てたんでね、いやいやいや、まあ、ちょっとね、この2ヶ月間が取れなかったんですけども、はい、まあ、これも一通り終わったんでね、はい、この番組を撮っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。お願いします。はい、まずは近況報告ですね。西垣君、どんな感じでこの2ヶ月間ぐらいは過ごしてましたか？はい、そうですね、まあ、一番僕のホットトピックというとですね、うん、僕が、ここのサーティボイズからお送りしているトレスタというね、うん、はい、自主開催のセミナーが、うん、4部作やったんですけど、そうですね、はい、11月でついに4部作がフィニッシュしましてですね、うん、いや頑張りましたね。疲れた頑張りましたね。まあ今年はかなりやったんで、あ、そうですね、いや、もう達成したなと思って、はい、よかったなと思って、ね、いや、よかったです。走り抜けです。まあそれはね、ずっと峯岸先生にこうサポートしていただいて、うん、なんとか走り抜けることができて、うん、もうほっとしたのもつかの間、うん、まあ今言ってもらった明日のミレチャリっていうのも、うん、そうですね、畑中さんっていうね、トレーナーさんと、うん、2人で企画開発してるので、うん、まあそれが終わったら、まあ2020年ちょっと走り抜けたかなっていう感じで、うん、はい、そんな感じの近況でした。そうですね。だけどとね、このね、半年前ね、その話をしていて、うん、まあ、構想はね、今年の初めぐらいからね、そういうことやっていこうと、いよいよ戦略活動やっていこうぜって話をしていて、まあ、2人いろんな企画会議してね、はい、で、実際じゃあスタートしていこうとなって、夏でしたっけね、スタート、ね。そうですね。スタートしていたというので、うん、8、9、10、11と4ヶ月でしたね。4ヶ月暑かったですもんね。本当に。4ヶ月間は。いや、本当ね、まあ、セミナーやったことある人だかと思うんですけど、本当セミナーって大変ですからね。大変やった、本当に。まずね、企画から考えて、で資料を作って内容を見つめていって集客してっていうね、集客してもう全部しなくちゃいけないんでね、はい、まあ、ぶっちゃけその最初に翔太もやらなあかんでって言われて、まあまあそうやけどと思っても、いやちょっと厳しいでと自分自身思ってたんですよね。いやそんな人来るかなとか、実際どんな内容やんねんみたいなことがすごいちょっと不安もあったんですけど、まあ、蓋開けてみると本当にやってよかったなっていうのが、いい出会いもいっぱいありましたしね。そうなんですよ、本当にね、その僕のセミナートレスタからね出会った人と、あとはまあそれからそれをきっかけにより深く関われるようになった人とかもたくさんいたので、あの本当になんかチャレンジしてよかったなっていう気持ちで今はいっぱいですね。あれ、まずこの大事なことはやっぱりまず一歩踏み出すことですよね。これめちゃくちゃ大事なことなんですけど、なかなかできないと、やっぱね、身は死んじゃうとかね、やっぱまだ早いとかね、もっと実力つけてからっていう人が非常にまだまだね、はい、特にセミナー業に関してはそうなんですよね。いや本当に僕もそうでしたね。いやちゃうとかなんですね、なんか僕トレスタでビジネス力とか人間力とかそういうのを伝えたりしてるんですけど、いや、僕より稼いでる人もっといっぱいいるしとか、はいはいはい、僕より人間的にすごい人もっといっぱいいるしと思っちゃうと、もう一切できないですよね。そう、でも、まあ、僕でも、こんな僕でも、伝えられる人がいるというのを、ちょっとこう、視点を切り替えることによってね、自分の経験とか思いを伝えようっていう気持ちになれたので、そうなんですよね。はい。そこはね、なんかちょっとこう、自分なんかって思ってる人は、いやいや、と。僕はそれをちょっと今後伝えていけたらなと思います。みんなやっていいんだよっていうふうに、はい、思いますね。これなんかよくね、言うんですけど、その稼いでないからやったらあかんみたいな、はい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 、ビジネスの話なんかね、そういう言う人いますけどね、はいはいはい、確かにそうじゃないんですよね、うん、まあ、それは別に自分が発信できて伝えることを伝えたいだけなんで、うん、まあ、それは上多い少ないの話じゃないんですよね、うん、はいはい、でその伝えられることで学べる人も確かにいらっしゃるので、そういう人に届けばいいわけなんでね。そうですね、うん、それ結構勘違いしてる人多いんですけどね。ですよね、うん、なんかそれもっと稼いでる人いるし、やったらビル・ゲイツしか喋れないようになるじゃないですか。そのあんた言ってる人を稼いでいきますって言ったらしいからね。そこはなんか比較論じゃないんですよね。そうですね、うん、そうですね。なんで、まあまあ僕の話聞きたいという人がね、一人でも二人でもいるんであればっていう思いで始めたら、すごくいい出会いがいっぱいあったので、ね、ぜひこれ見てる人も、うん、ね、自分の今経験とか、ね、うん、知識が誰かのためになるんだったら、それはもう本当、うん、あのセミナーやっていいんじゃないかなと思うんで、うん、はい、僕はそれをやってよかったです、本当に。そうですよね、はい、まあ、あとはこの学びの基本であるアウトプットですね、まさにね、うん、もうこれセミナーの一番のメリットはアウトプットなんですよ、うん、これが何よりも、まあ、財産になっていくんですよね。ですね、うん、もう本当に僕もそのセミナーをやるってなってまた一から勉強し直したし、うん、アウトプットする、まあ、セミナーってアウトプットするじゃないですか、うん、僕として、はい、
まあ、そのためにはやっぱり膨大なインプットもしないといけないしっていうので、まあ、アウトプットを用意してるとですね、うん、勝手に勉強していくっていう、そうですね、はい、まあ、それを、まあ、こう自分でねこう実践できて体感できたので、すごい、まあ、レベルアップできたんちゃうかなって自分自身に思います ね、 そうですね、まあ、だから学びっていうのは僕は言わないそうですよ。何回も同じことを繰り返して発信したりとか勉強し直したりすることでやっぱり身に染みていくもんなんでね、まあ、1回学んだからといって覚えたとかできたわけじゃないですからね。ですね、みんな結構やんないんですよね。はいはい、はい、できたつもりになっちゃう、知ったつもりになってだけなんですけども、やっぱり何回も何回も同じことを繰り返して、でちょうどやっと身についてくるようなもんなんですからね。ですね、本当に人に何か人に伝えようと思うと、うん、まだ自分も気づきがあったりするんですよね。そうね、はい、なんでまあまあぜひね、うん、あの今までインプットしまくってた人は、うん、アウトプットにチャレンジしてほしいなと思いますね。うん、まあ、セミナーもそうですし、こういう発信もそうですしね。そうですね、ね、別にセミナーじゃなくてもね、そう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 、はい、やることが大事なんでね、うんうんうん、それは本当にやってよかったですし、うん、はい、いい経験できましたね、頑張りましたね、うん、はい、どうですかミレイ先生は、はい、ここ最近の近況は。そうですね、まあ2ヶ月間、まあ、まあさっきのミレチャイの準備がね、うん、忙しかったんで、本当まあ僕は動画担当してたんでね、いやありがたい、本当にみんな撮って出して撮って出してっていうね。そうですね、登壇者全員の動画をインタビューをね、だ10本本当昨日で10本作られたんでしょうね。やっとこさです。いや思ったら感慨深いなと思いますけどね。まずね、歴史ありますよね。歴史あってこれで記録して残ってったんでね。はい、まあ、見ていただいて皆様からね、いろんな意見もらったりしてるんで、嬉しいなと思うんですけどね。いやーすごいですね、しかも今回は本当にそうそうたるメンバーの、ね、インタビュー動画を撮って、ね、あれ見るだけでも勉強になりますからね。いや本当に本当に、もう僕のフェイスブックページがね、はい、いただいたら結構なんですけど、本当ね、あの皆さんの話聞くだけでもね、うん、あのところどこにヒントがいっぱい散りばってますからね、ね、学びのヒントって。いや本当にそうなんですよね。なんでまあああいう人の話聞けるきっかけってないですし、まあ、それはね、ちょっとでもこう知らない人に触れてほしいっていう思いの YouTube やったので、そうですね、はい、もう本当に編集もう一から全部やっていただいてありがとうございます。いえいえ、だけどね、僕その編集もそうですけども、まあ、それをやることによって技術、ね、編集技術も上がってきたし、あとスピードも上がってきたしね。スピード半端じゃなかった。もうさらっとできるようになってきたんだよね。本当になんか前日にまた、うん、その1日で仕上がってきたりとかしてたので、やっぱりコツつかむんですよ人間は。ああ、やっていくと、やっていくと、10分やるとさすがに10分できるようになってきた、パワーパッとね。いやーすごいな、本当に培ったもんだなと。僕ももっと最初ね、まあ、今年だから新しくその編集ソフトを、ね、買ったんでね。ああ、なるほど。でそれ買ったんで、まあ、じゃあ使えないじゃないです全然最初のうちって。だからもう操作も分かんないしね。ですね。でやっぱその今加工にして半年経ったんで、大体これも操作分かってきたんでね、ってなってくとパパッと息がなってくる。これまた僕の今年の課題の一つだね、 YouTube の上げていこうっていうのが課題なんで、まあ、なんか逆に皆さんに動画もらった方が僕練習だったんでよかったなと。ああすごい。っていう感じ、まあ、僕もありがたいですみたいなね。ほんまですか。練習の課題いっぱい入られたんでね。本当にもうなんかもう投げっぱなしで、これ動画撮りましょうお願いしますみたいな感じで渡してたんで、ちょっと申し訳ないなと思ったんですけど、だもうそういった意味でありがたかったんで。いやー素晴らしい。だから本当スキル身についてきたんで。いやいいっすね。そうそう。あ、それでね、今年おかげさまで初のね仕事としてね、依頼いただいたと。お、そうなんですか。あの僕がいつもコラボさせていただいているのは馬場先生っていうね、はいはいはい、歯医者なんですけども、そこのプロモーション動画の作成をね、おー、有能でいただいたんでね、ありがとうございます本当に。やっぱり仕事が成立したっていうね、すごい、だ第一歩増えたんですよ、やったこさ。やっぱやってると何か起こりますね。起こりますよ。まだ僕もね、このまだ事業を軸にしていこうと思っているので、まあ、今の事務事業と他にね、もういっぱい柱作っていこうと思いました。やっとつながったというところなんでね。いやー、まあでもかかりましたね、コツコツですけど。なかったですね。もう涙涙話ですけども。まあけどね、まあけどそのね、過去の苦労がと、ね、吹っ飛ぶぐらいのね、まあ、あのや使ってもらった時嬉しさっていうんですかね、ありますし。いやーすごい、やっぱこんぐらいやらな、ね、形にならんのかなという感じもしますし、やっぱ途中でね、仲間で YouTube やってみたけどもうやめましたって人もやっぱ少なくないと思うので、やっぱ続けることやね、やり続けることですね、やってきますしね。あ、そうですか。まあ、それに伴ってね、今いろんな編集機材とかね、あの最近交換システムミキサー買ったりとか、ね、ミキサー買ってとか新兵器買ったんですけどね、はい、マイクもそうですけど、これもかっこいい、使ったりとかしていって、まあ、そういう機材も揃えて、まあ、投資もしていってね、ですね、まあ、着々準備もしてると。
うん、まあ、だからさっき言った仕事になるレベルのことをやっぱしていくためにはそういう準備しなくちゃいけないんでね、ちゃんと投資もしますよと、お金も使わないとね、ただスマホ取って OK じゃないですからね。確かに、まあできちゃうんだけど、ね、仕事にするんだったらってことですよね。やっぱプロはねスマホだけで仕事しないですもんね。確かに確かに、いろいろカメラあるわけなんでね、まあ、それも使いながらやっていくですね、あと今あれですよね、スタンド FM もそうそうそう始まりましたね。またのリンク貼ってますのでよかったらねえ面白いですよね。これも着々とね始めていって、はい、今2日に1回配信してるんですけど、ね、今フロアも56人ぐらいかな。ああいいっすね、はい、しかもここのポイントは、はい、一般の人向けやってると。あ、なるほど、なるほど。一番僕のテーマ今回はトレーナー向けとかドライバー向けじゃなく、一般の人に聞いてもらう内容を配信してるんで、一般の人はフォローしてくれてるんでね。ああ、なるほど、いいっすね、いいっすね。ここはすごく僕のって今一番ね熱いところっていうか、こう広げていくところだと思ってるんで。僕あの前半の90年代音楽トークですよはいはいはい、これは割と考えたんですけどねあれ好きです。そうそう、まあ最初はその音楽スタートして、はい、僕懐かしい曲かけてめっちゃ懐かしい曲、はい、これも一つの、だから他のボイシー、あのいろんなボイシーもそうですし、あのいうふうに聞いてて、ちょっと色変えてようと思ったんですね。ああ、なるほど。だから一応定型でいろんなことできるんですけども、うん、まあ、あのバックミュージックもその、FM の中にあるんですけどね、専用のやつなんですけど、うんうんうん、でもこれみんな使ってるなと。うん、みんな同じようなことやってくるのが面白くないなと、じゃあちょっとアレンジできへんかなと思って考えたのが今のシステムですよね。なるほど。最初に80年代90年代のね、僕らが若かったことに曲かけていって、はい、そろそろ感想とか言いながらね、はい、大体僕はモテない話するんですけどね、そうです。大体 この時はこうやったけどモテなかったですっていう悲しい話しないです。僕めっちゃ好きですそうそうそう、でとかスタートしてって、はい、まあ、そこから筋トレのね、まあ、初心者の筋トレ話してるんで、うんうん、まあ、簡単な内容とかちょっとこっつくテクニックとかね、うん、指導で実際話してる内容とかを放送そうしていくと、まあ、もう6分7分のもんですけど、ね、はいはいはい、やっていって、でそれをね、あの配信してるんで、いや、まあ、これがちょこちょこ増えてきたなっていう、いや、いいっすね、フォロワー増えてきたんで、まあ、これまず1000人目指していこうと、いうふうに今ちょっと思ってるんですけどね。ですね、まあ、なんかそのね、ちょっと他と違う色を出すってすっごい何事においても大事ですし、ここはね、ね、絶対ね皆さん大事ですよ。この他の色を出すっていうのはね、特にいろんないっぱい媒体あるとか人がいる中でやっぱりね、目立たなくちゃいけないんですよ。ですね、これできない人って残念ながら埋もれちゃうんですよね。やっぱどっかで色変えた風に変化球出さないと、おあいつ何やと思われないと。ですね、いうことは絶対ね、まあ、仕事していく上で大事ですよね。まあなんか同業者の人もよかったら見ていただいて、あ、めっちゃ凝ったこと頑張ってるなっていうのがすごいこうひしひしと伝わってくるな。サヨンドセッティングとかね、台本毎回作ってるしねそう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 、ネタも考えてこう全部文章化してそれで喋ってますからね、ですよね。だからすげえなーと思って僕が聞いてるので、さらっと喋ってるようでね、はい、だから結構大変なことしてると。ですよね、まあ、それもすごい勉強なので見てほしいです、聞いてほしいですよね。そんなこと始めたりとかねしてたんで、まあ、意外と僕もだからね、西崎君がいろいろ始めてったんでね、だ僕も始めなあかんと思って、いやー素晴らしい、すごいな、いいっすね、うん、であとはもう一個あれですよね、実はフェイスブックでの、うん、はい、グループページも最近、ね、はい、開設してっていうことですよね。はい、それが、名前がともさぽ、ともさぽですね、でございますね。はい、そこのちょっとグループページもまた紹介してもらってもいいですか。そうですね、まあ、まずねこのグループページに関しましては、あの、まあ、オンラインサロンではないんですよね、はい、基本的に無料です、無料、うん、あの別に取ってません、うんうん、まあ、しかしね、一つちょっとポイントがあって、うん、まあ、僕だとか、西垣君とか、あと東京のね、マサっていうね、もう一人いるんですけども、うんうんうん、まあ、その誰かの、有料コンテンツを購入したことがある方が一応、メンバーになるちゃん、あの資格があるという権利を持って入れるという内容ですね。うんうんうん、ですね、はい、僕のトレスターを受けた人 は、 そ、 うです、ね、はい、そこのグループページにも無料で入れますよっていうグループですよね。はい、そうですね、あとね、マサの、ね、ノート買ってくれた人とか、はいはいはい、まあ、またこのノート配回してくるので、ね、買ってくれた人とかってこと、うんうん、とか、まあ、あと僕も、ね、来日セミナーで活動していこうかなと、うんうんうん、あのオンラインセミナーやっていこうと思ってるので、おー、いいっすね、まだ協力よろしくお願いします。はい、はい、がっつり協力してください、任してください、はい、まあ、やっていこうと思うんで、まあ、それ参加した人に入っていただくと、うんうんうん、いうような感じでやっていこうかなと思います。あ、いいっすね、はい、これなんでまたそうやろうと、うん、なったんですかね。そうですね、まずね、一つは、まあ、僕ね、今僕と、西垣君と、ね、田口君っていう、ね、うんうん、3人で、まあ、仲良しグループを構成してるんですけども、うん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 、まあ、各々ね、みんなあの集まってくる人が増えてきたと。確かに。いうことですよね。で、まあ、例えばまあ普通にまあオンラインサロンでありますって話になった時に、やっぱり、ね、オンラインサロンってそこだけになっちゃうんですよね。うん、まあ、西垣オンラインサロン作りましたと、トレスタのグループできま
、だけどそこの中だけのディスカッションになっちゃう、まあ悪くないんやけども、もっと広い視野とかもっといろんな人脈つながった方がいいよねってやっぱ考えてですね、まあ、今のこのオンラインサロン業界見ててもそう思うんですよね。確かに、まあ、リーダー、まあ、その創始者がいますと、そこで皆さんメンバー集まってきます、で、まあ、トップダウンで喋ってきます、もしくはその中同士でいろいろやりディスカッションをしていくと思うんですけど、やっぱり個体としては狭いじゃないですか。あの業界全体を考えるときにやっぱ狭いなと思っちゃうんですよね。でそこの交流ってなかなか難しいんじゃないかなと。確かに、まあ、なかなか広がらないですよね。そうですね、あと手間暇かかる、大変だと思います。いろいろあると思ったらね、確かに、まずリーダー同士話しなあかんとかね、はいはいはい、あそこに信頼関係ないとまずできないとか、じゃあイベントどうしようかとかね、っていうの大変になっていくというのもありますので、まあ、だったらね、まあ、それがいろんなとこがこう、ね、集まれるようなグループにしても一つ作った方がいいんじゃないかということで、今回それを作ってみたと。いいですね、いいですね。まあそのもうそもそもね、僕とか峰岸先生とかね、時のマサさんとかも、まあ同じ思いを持って考えを持って勉強したりとかね、あの活動してる仲間なので、なんかやってることはちょっとずつ違うんだけど、なんか芯は一緒じゃないですか。そうですね、もちろん。なんでなんかそこを混ぜてもみんな多分仲良くできるよねっていう思いもあるので、なんかそれは僕もすごいあの楽しみやなと思って、まあ、つい最近ねスタートしたところなんですけど、そうですね、はい、もしね興味のある方がいらっしゃったら、ね、そこにまたちょっと入ってみてもらえたら嬉しいです ね、 そうですね。まずね、誰かの日本の有料コンテンツをね、ぜひとも、まあ、彼もちゃんと今後動画販売もしていきますんでね、はい、サイト載っけておきますけども、まあ、その購入していただいたらもちろん入る権利できますんで ね、 ですね、はい、っていうのができますので、はい、まあ、あとはアフターフォローになりますよね。そうですね。そう、なんか僕もセミナーやって思ったんですけど、やっぱそれ喋って終わりとか、なんかまあ勉強になりましたってめっちゃ言ってもらえるんですけど、じゃあその人の人生ほんまに変わったんかって言われたら、僕まだなんですよね。なんで本当にこれから継続して僕のセミナーを受けてくれた人をサポートしたいっていう強い思いが僕の中に今出てきてるので、まあ、そういう意味ではそれね、なんかこうまた集まれる場所が ね、 そうですね、あればまたみんなをサポートできるのかなっていうので、まあ共に成長することをサポートする、そうそうそう、サポートするってね、はい、共サポですから、みんなが助け合うって大事なんでね、はい、まあ、助け合ってサポートし合うっていうかね、やっぱ頑張ってる人はみんなで応援していこうぜっていうね、でまた応援した人はまた応援された人を応援するとかね、していければ一番いいんじゃないかと、はいですね、いいですよね、はい、その友サポは実は僕の奥さんが命名したという、そうそうそう、まさかのね、はい、あの僕は男3人で全然ネタが出なかったっていう、全然出なかっためっちゃ考えましたよねそうそうけど結局ダメだと奥さんの話がね一番決まったと、はい、それええやん、友サポええやんってそれもらっていいちょっとゲラ払わなかなと、そういうのにあの期待したなかなと思う、まだご飯をおごってまだご飯をさすんでね、はい、まあそんな感じで決まったんですけどね、はい、まあ、だからねこうやってね、まあ、本当に交流を深めていきましょうというところが、まあ、一番軸になっていると。であと内容に関してはね、一応まあこのビジネスの話もそうですし、まあ、前マーケティングもそうですし、あとはねいろんな企画もそうですよね、まあ、だからね今考えてるのがこうグループ内での仕事を作っていくっていうね、はい、これ一番大事なことだから、ただ単に情報出し合いじゃなくて、仕事を構築していくための話もしていこうと、あと仕事の分け合いとかね、はいはいはい、仕事頼み合いとかってこともどんどん、本当小額からね、あとは1000円2000円とかからでいいですし、これの仕事1000円2000円やってませんかで受けますってことの、そのやり取りができるように、してるのも大事ですし、めっちゃいい、ね、なんかその仕事を誰かに依頼するとかっていうのも、そう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 、実はあんましこう経験なかったりするんですよね。いや多分ないでしょ、どんどんないですよね、お金払ってとかね、ねえこれお願いしますっていうの、まあ、結局なんか僕も個人事業主として、やれることは自分でやっちゃおうとする癖があるので、ね、結局時間どんどんなくなっていくんですよね。だからね、まあ、最初はもちろんしょうがないんですけども、けど皆さん成長していく中で必ずね誰かに頼まなくちゃいけない時が来るんですよ、でこれね練習しないと絶対頼まないですですね、お金もったいない自分でやろうと思って、はいはい、まあ、例えばいろんなことやり始めるんですけども、大体ね自分の専門以外の時で大体失敗します、です、ね、苦手なこととかうまくいかないですよねそうそう、でも時間だけ無駄に終わるっていうね、一番時間っていう貴重なものを失っちゃうことが非常に多いと、いうところなんで、それはやっぱ経営者というのはそこがちゃんとまずできないといけないですよね、ちゃんと専門分野とかお金払って頼むと、でお金を払って時間を、もらった分を違う自分がやることをやるってことがまず基本中の基本なんですよね、ですねですね、これができないんですよ、これ、だそこをまずねちょっとまず、まあ、いきなりだと10万20万でしんどいと思うので、やっぱ1000円2000円からの依頼するでされるっていうところをちゃんと練習していこうかなと思ってるんですよね、グループ内で。いいですね、なんかこの資料を作ってくださいとか、そうこのポップ作ってもらえませんか誰かとかでもいいんですよね、パワーポイントを適当に作ったらこれ綺麗にしてくださいとかね、あそう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 、そんなの見るでしょ、2000円とかでやってくださいって言ったらね
やりますってったらできますやん。本当セミナー やって分かったけど、マジで大変。あの、石崎君もね、あの、こうやって、誰かためで楽じゃないですか、ね、誰かやってくれ、マジで。そうそうそう。原案こんなでボンと出しておいて、すぐに整えてもらうって、ね。ああ、本当に。これめっちゃありがたいでしょ。ありがたい。ね、ところにも仕事をしていけば、ただ将来的に、ね、あのセミナー指導を整える専門家とかね、なってて仕事もらえますやんか。ですよね。オンラインできるし、この、ね。はい、オンラインでできる。そうそう。といった仕事を作るからもできるんですよ、ね。セミナーやりたい人いっぱいいるんで。で、多分セミナー作って、資料作るのめんどくさい人いっぱいいるから、あと音声だけ聞いて、それまとめていくとかね。やば。それやるとね。やろうかな。いや、絶対いいですよ、これ。うん、だからこれもアイディアしてこう仕事できていくんですよね。だったらお互いウィンになってくるから、仕事創設できると。ですね。というのもね、まあ、こうやってクリエイティブな感じで仕事を作っていくことも大事だと思うので、そういうのも身につけられるような、まあ、グループにしていこうかなと思うんですけどね。楽しそう。はい。だからちょっと他のグループとは一線を画していこうと。さっきと違ったね、あの違った色を出していく。色を出していく。いうところをやっぱね、意識しながら。はい、思ってるので、もうぜひ一緒にそれをね、ね、やってもらえる仲間を探してますので、よろしくお願いします。あと考えてるのは遊び企画とかね、あ、やりましょう。あとボランティア企画、うん、ね、この2つ、まあ、遊び企画なんで、やっぱね、まあ、今ちょっとコロナになっちゃったんでね、会いづらくなりましたけども、またね、ちょっと集まって。まあ、本当はね、今年あの淡路島ツアーもね、したかったんですけど、残念ながらコロナの影響で中止したっていう、ね、経緯もあったんですけども、いやいや、まあ、これ、ああいうのまた今後やっていこうと、あのもちろんまあコロナって気をつけなくちゃいけないですけども、かといってこうずっと自粛自粛でもよくないと思うんでね、ですね、タイミングを見てまた動いていこうと、そうですね、いうのもあって、やりたい、ぜひ、あと桃鉄やろうかなと思ってね、桃鉄会やりたい、桃鉄会、あれね、めっちゃのビジネス勉強になりますからね、はい、桃鉄しながらね、ああだこうだビジネス話していく、やば、あ、この物件なんで買ったんですかみたいな。そんな桃鉄やったことないっす。あのリアルな話だから桃鉄さんっていうね、これもちゃんとゲームできる機械セットあるんで、ね、ちゃんとセッティングしてあるので桃鉄会やりましょう。それ桃鉄会ちょっとやろうかなと思ってね。あ、素晴らしい。僕が考えてたんですけどいい企画で、そうそうそうっていうのも、ね、あったりとか、はい、まあ、まあ、ボランティアとね、ボランティア企画ね、まあ、今ね熊本の災害のねやつもやってます、うんうん、まあ、これは畑中さんが一応中心になっているというのなんで、はい、また僕それとは別にね、また僕らの色を出せるような、まあ、僕らのグループでできるようなこともまたどんどんやっていこうかなと。やっていきたい。やっぱり支援のあっていろんな形だった方がいいと思うんでね。ですね。一つ固まらずに、まあ、はい、熊本は熊本で畑中さんと一緒にサポートしていくと、で僕らはここでは違う分野のサポートしていこうと、できたら、まあね、あのトレーナーの価値が本当にこういって上がるんじゃないかなと。そうですね。考えてますので、まあ、それもやっていきたいなと、そういう融資も集めたいなとね。やっぱ今年のところ、まあ、言ったら変わったところで僕らもね、ですね、畑中さんの出会いによって、いや本当そうです、そうです、あのそういう気持ちになりましたもんね。やっぱ人のために動こうっていう気持ちがね、すごい心動かされましたよね、僕らがね。そうそうそう、本当にありがたい話で、やっぱりこういうことを、やっぱり自分だけじゃなくて、本当に助けなあかん人たちに対して動くことで大事だよねってことが、本当今年のね、あのコロナだったけども、一番学べたことかなと。いやー、いいこと。思ってますので、うん、来年はそういうこともやっていこうかなとね、はい、思ってるんで、あの YouTuber のヒカルさんも最近ね、そんな始めたとかね。やってた。あの児童施設ね、マクドナルドのね、あの子供たちでこう病気持ってる子たちにいろんなプレゼント渡したりとか、でもあれにすごい感動したんでね。いやね、やっぱああいうことやっていきたいなと、もう本当にね、あの、まあ、もちろん規模は違いますけども、やれることでやっていきたいなと思ってるんでね、こういうのもやってたりもしようと思ってね、まあ、なんかそういうのやったことないなっていう人もね、これをきっかけに、そうそう、やっぱ誰か ね、やってたらね、入ってくると思うんで、一歩踏み出すきっかけになったら嬉しいですよね、はい、そうそうそう、だからそういうことをね、まあ、総合的にできるような、まあ、楽しいグループにしていこうと、はい、もう盛りだくさんですね、盛りだくさんね、来年ね。あの今年本当ね、もうなんかいろんな面で暗い話題多かったんでね、もちろん今でもまだコロナが広がってますし、はい、いい雰囲気じゃないんですけど、だからといって負けちゃダメなんですよ。ダメダメです、そこで皆さん暗い思ってはダメですよ、自分で上げていくんですよ、やったるぞと、これでね、ですね、という気持ちでいかないとやっぱ負けちゃうんでね、そこはね、どんどん前向きに、まあやっぱ攻め、だからマイナスの時こそ攻める姿勢です、やっぱね、守りじゃなくて攻めなんですよ、ここは。っていうことも、これも経営者になるってくれたら大事な気持ちになっていきますので、まあ、もちろん僕も、ね、自分の経営に関してもいろんなことやっていこうと思ってますし、あのそういった意味ではまた攻めていこうと思ってますね。そうですね、まあ、ぜひ2020年攻めれへんかったなっていう人はね、ちょっと2021年はもうチャレンジの年にしてほしいですね。はい、まあ、パワーある人のそばに来た方がいいですからね。間違いない。僕は3倍ぐらい上げていきます。海洋圏3倍ぐらいいきますからね。いやもう本当に、本当に引っ張ってもらえたら楽っす。だからいろんな吹っ切りましたもん、なんかね、はいはいはい、こんだけくらいも話したらね、もうええわと世の中もおかしなってもええわと思う。もうそれはええわって、そうそう、コロナはもうええわってなってきますよ、ね、これ気にしてもしゃあないわと、気にしてもどうにもできないでしょ、はっきり言って。ですね、コントロールできないですもんね。そう、世間の状況はどうにもできないけども、自分の環境は自分で変えれるでしょ、だから自分で動くしかないんですよ、これは。ですね、ですね、っていうところをね、どんどんアピ
ピールしていきたいなと思ってますね。はい、はい、うん、まあ、ぜひちょっとね、2021年も、うん、今後多分翔太は最後ですかね、撮影は、まあ、分かんないですけど、もう一回行けたらいいですけど、ね、行けたらいいですけどね、はい、また締めで喋りたいですね、はいはい、もう一回でも撮れると思うんでね、ですね、はい、またぜひ、ね、ちょっとね、動向をチェックしてもらえたら嬉しいですね、はい、今日はこんな感じで終わりましょうか、はい、はい、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。